クスさんとネムリネズミさん、あとキバササルさんの3名になっております。はい、ということでですね、改めて決勝リーグの方を始めさせたいと思います。でこちらはですね、あのいつも通りまたレアリティでの、ね、あの勝敗のなんだかポイント減点制を、採用させてもらいます。まあ分からない方に説明いたしますと、レア1枚につきマイナス1点、 SRSS につきマイナス2点、 EX に関しては、カードの衣装と同じと扱いとさせていただきます。だからあの EX でもコマワンコみたいな EX 宴、そういったものは限定なしです。はい、ということでですね、もしこれで全員1勝1敗という形になってしまいましたら、このポイント限定数が一番少ない人が勝ちということで進めさせていただきます。再試合などはね、あの行わないのでご了承ください。ということで、早速第1試合の方を始めさせていただきます。マックスさん対ネムリネズミさん、B ラインの方でお願いします。これ毎回言ってますけど、このレアリティで、まあ、3スクになった場合勝敗決まりますけど、レアリティはあまり気にしない方がその、そうですね、ね、試合の上ではいいんじゃないかなんせ、ね、あの2回勝てばレアリティあの全部 SRSS で問題ない。そう、勝てばよかろうなんです。そう、勝てばよかろうなのだです。で前回はちなみにあれでしたっけ、あの3スクミ発生して、確か決勝の最終試合が、SSSR 対、コモンアンコさんだった気が。いや、3スクミ発生してないんですけど。発生してないんだっけ。発生してないですけど、千葉さんが、勝ち確の状態でさらに勝ちを盤石にするためにコモンアンコさんっていう、そう、まあ、それで勝ったからやっぱ素晴らしいということで。そうですね、あの仏の力はすごいです。そうですね、レアリティなどなかったので。そう、神通力、神通力って言いますか、あの仏、あー、分かってくれた、鎖切ってやがると。ハエも宝ねえかぼちゃのようにですね。第3部のね、2期始まりましたね、エジプト編。個人的にちょっとあのオープニングダサくねえと思うんですけど。ただレアリティ関係ないとはいえ、やはり見たいのは SS。 そうですね、SS っていうか赤ざわざわしたいなみたいな ね、 ね、コメントをざわざわで埋め尽くしたい。逆にこれニコニコとか見てる人とかなんか見たいカードとかってあるんですかね。おっと、ネムリネズミさんが、1,2,3 のマイナス6,8、マイナス10点、マイナス10点、ま、違ったマックス、あ、そうか、マイナス10点、マックスさんが画法をそこの事前に部隊を配置してください。あれ、マックスさんが3マイナス3マイナス3ですね、マックスさん多分こっちで見れば分かるか。そうですね、マックスさんマイナス3です。はい、ワコツありがとうございます。これ決勝戦になっちゃってますんでね、よかったら最後までお付き合いください。コーヒー味のチューインガムって本当にあるんですか。コーヒー味のチューインガムって、あ、多分ある、あるんですか。うん、犬のガムって大丈夫ですか。それはわからない。まあ、妖怪ウォッチのね、ジマニャンってあのチョコ棒大好きですけど、あ、そうなんだ、あの猫にチョコってあかんじゃないですか。あるんだ、へー、引っかかったね。
あんだけね、イギーがコーヒー味のチューガム好きだっつんだ、相当味濃いっすよ。しかも箱ごと食ってたからあれ紙ぐらい取ってくれってアベルさんに怒られたから。死ぬの？そう、敵の情報、まあ自分の情報はまあ見られますけど、見られるっていうか自分のね、手札見れば。え、何、店員同士で対戦とかしないんですかって。店員でやってんの僕、今僕と、やっぱちょいちょいじゃない。そう、あまりとか、店員同士で対戦ってあのリクエスト来てますけど。え、それは何、動画的な話に、ね、うん、まあ13個目さんが店員同士で対戦とかしないんですかって。じゃあ次回大会で次回大会ですって。深くなってしまったということでね、あの試合の最中ですけど、次回大会2月15日の開催予定ですんで、よろしくお願いします。上手くなったね、たけしも。さあ、あの手札見れば分かると言いますが、画面上では自分の手札カードの裏書いてますからね、わざわざあの画面で確認するようなことがないんで、画面には自分の確認する項目はほとんどないですね。デッキ登録の時ぐらいか、あれ。さあ、ネミネミさんは雷神拳ここで発動ですね。雷神よ、敵を貫け。さあ、これおかしいよ、ストレートかな、統率だね。そして相手、守ってみせる。守ってみせるよ。守れるのか。水行。おお、これはすごいな。打ち砕け。おいおい。さっさー。さっさー、迎撃ダメはここまで防げんのに、エンディアキツラの鉄砲ダメは全然防げてない。これは、これ怖いな。ただね、やはりシティさんのタイムアップかネミネフリさんの方の城が結構削られてしまいましたが、攻撃は最大の、まさにね、あの攻勢防御っていうね言葉もありますけど、攻めは最大の防御って何だっけ、初めて知ったの筋肉マンですよね、確か。なんかロースマンだかロビンマスターがそんなこと言ってたような気がしたんだけど、言ってたっけ。なんか誰かそんなこと言ってましたよ。初めてこの言葉聞いたの筋肉マンなのを覚えてるんですよね。セミは最大の防御とかって。あ、そうそう、今大戦国なんですよね。ね、うち大会やるたんびに大戦国被ってる気がするんですけど、狙われてるのかねってぐらいね。1年ぐらい前からもう予定決めてんのに、第3土曜日狙うと必ずといいますか、ここ3回連続ぐらいで大戦国をかぶってるんで、おいおい、もうね、次はもう日曜日にやってやろうかということで、2月15日あえてバレンタインデーは抜かしました、ね、バレンタインデーは予定多い方はたくさんいるでしょうからね。もう本当に嫌なやつだよ。いやいやいや、ほらね、何とは言いませんけど、いろいろ予定がある方多いじゃないですか。特に対戦勢はリア充多いから、でそんな日に大会なんでしたって誰も参加しないだろうから。そう、今回大戦国宴ないですからね、まあ、それだけが救いかなって。あ、宴ないんだ。宴ないです今回。まあ黒缶とハンベ、あ、まあそうそう、みんな使いますからね、黒缶ハンベ。店員2人は予定ないんでしょう。いやいや、予定ありますよ、ちゃんとね、仕事っていうね。揺るぎなき意志が勝利を生む。仕事っていう予定がありますから仕方ないです、これはね。満足よ、おのれ。さあ、ちょっと休みしてる間にね、白ゲージは結構拮抗してきましたけど、シ
この効果力でどうにかまくることができてんのか。さあ、ねむねむさん、高校で行くと、さあ、ヒレヤスを撤退させて、お菓子も半分に引っ越そうっすよね、だって武力中1で軍備持ってて向上ですからね。本当武力と逆転したらかなり最高スペックといっても差し支えない。それにだってあの半兵衛入れとけば最大し何歩の本職でも頑張れますからね。敵長ともやり合えるっていうか軍備の分勝つんじゃねえかって感じですけどね。さあ、ここでユーチさん、見てひね貴様も我がお手ひねの旅となるか。お手ひねだ。では槍といえばね、この間なんだっけ、本田忠勝の槍が一般公開されたとかって話が、トンボ切り、トンボ切りですね。このお手ひねと、あと何でしたっけ、日の本丸かなんか、あれも残ってんのかなと思いますが、さあ、ここで次女のお仕置きで、ユーティリアスさんを、よもや、ここで朽ちるとは、佐藤をいたしますか、撤退させるが、さあ、この最後の応接、打ってないか。死ぬの、この大筒一発で勝敗は分かれなかった。あー、打てなかったということでマックスさんの勝利になります。おめでとうございます。トンボチリとお手ひね読み方は分かりますけど、あれお気をつけください。あれ日の本号でいいんですかね。まさか日本号って名前じゃないだろうしね。あれはい、続きましてですね、マックスさん連戦になってしまいますが、木場誘さんとの試合お願いします。日本語、いや日本語でいいんだあれ。へえ、そういえばなんか巷じゃカンコレもアーケードになって、そうですね、戦国大戦の筐体のこれを取っただけっていう、あれどうなんですかね。どうなんでしょうね。またカードを、戦国みたいなカードを動かして、そうです、潜水艦が突撃とかするんですよね。ああ、そっか、戦国時代から随分飛びましたね。世界大戦まで飛んじまったか。まあ、ある意味ね、日本の戦争を扱ったゲームだから戦国大戦の後継とも言えるんでしょうけどね。まあ、そうですね。幕末大戦は飛ばしたんですね。幕末大戦あるんですかね。で、まあ、そしてそれと同じくして三国志も長い稼働を終えて、まあ、そうですね、まあ、ワールドカップ前に新しいのが出るってお話ですからね。いやいや、あれはネタじゃないかなと。いやー、そこまでやってネタでしたは済まされないでしょう。いやー、それがネタしかだってそういうこと言わないっしょ。あー、幕末はやるでしょう。そうか、幕末やりますね、幕末大戦。いや、やると思う俺も。あー、幕末終わって一区切りじゃない。そうですね、幕末 SR 坂本龍馬とか出てくるんですね。出るね。あー、駆逐艦の捨身タックル、まあ、神風アタックが出ちゃうんでしょうね。三国 VS 戦国ね、まあ、オロチみたいなのもね、いろいろネタにはこと書かないですから。さあ、今のうちにデッキのあれを確認しましょうか。
アイマックスさんは、1234マイナス8、キバさんがマイナス5ですね。マックスさんデッキ変えてきましたかね。マックスさんはそうですね、あの妙球、あのお得意の妙球ですよ。あ、そうですね、本位に来たというか戻したという感じですかね。本位、はい、いつも防星だか防傷だか間違えるんですけど、防星ですよね、防星、防星の防星、本位防星か、いわゆる。さあ、SS ね、出てきましたけど、黒田勘弁疾風無視、はあはあ、はい、あの、また原哲夫が書いてるやつ、はあはあはあ、木場さんはこれは刺さらないデッキで、そうですね、今回は刺さったのさっきの盾ぐらいですからね。あ、 SS 日村剣心、ありえるかな、ジャンプ系がね。そうだね、そのものズバリで出てきたの筋肉マンだけですからな。それいいな、ルロケンの続編を別の雑誌に移籍してやったらワンチャンかなって感じですけどね。あ、今なんか何でしたっけ、スクエアかなんかでしたっけ。そう、あ、なんかでやってますよね。そう、あれはただあれジャンプ、お膝元がジャンプですからね、バンチとか別の雑誌だからあっちだからいいですけど、飛天満つる理由か、どう再現するのか見てみたいもんですけどね。まあでもルロケン出すくらいだったらね、あの読み切りから、ね、あの人の読み切りからそれほど三日月にも持ってきてやりゃいいと思うんですけどね。あの飛天満つる理由同じもん使うし、ルロケンの前身、あれですか、逆境で雨かける竜のひらめき、それでもルロケン対戦じゃない。まあまあ完全にね、うん、あなたごめんなさい、もうジャンプビクトリーバーサスでやれっていう、ね、虎の名が泣くぜ。さあ開幕はオトマックスさんと、マックスさんが城を殴り、まあ、まあ開幕がね、ちょっと貧弱な豊臣ですからね。しかも陣太鼓で溜めてる感じですし、だいぶ広めはもらってますね。そうですね、足斬撃契約ばっかつくけど、あいつは両剣出しといて斬撃以外で何使うねって感じですけどね。むしろ采配とか出そうが信じられんわですよ、あれは。これも6割近く持ってってますね。そうですね、これ本位妙球で守ったら、でも縄文開いちゃいましたもん、早いな、こんな早く城吐くもんなんだ。リード取ると防戦強いっすよね。そうですね。さあ、さらに足足当日も一発、おお、さあ防戦いったん思ったら、ちゃった7本やり、さあこれには対抗せず、足足、あっとこれは我が暴虐から逃れた者はおらぬ。これちょっと通行とくるみでしたね。福島正則白ロボケース出てなかった。さあここでミッション連発、あれですね、シティフォーじゃねえや、あのニッチフォー貯める3段ですね。さあ結構城を殴られてる感じですが、方向で大絢爛、早い、一人ぼっちじゃないんだ、さあ天下人の偏欲、いつも片欲と偏欲の読み方間違えるんですけどね、大体 FF7 のせいです。ちょっと勘弁してよね。さあ白ゲージはもう逼迫するほどになってきてますが、さあ虎之助が帰る、
さあ、オーズ2を設置する。さあ、本位の術、助力いたします。さあ、逃げるなら白波を献上しろという。3、2、1、はい、茶の間のところさようならと。おお、減るな。足、これで頑張れるよ。あなた、ごめんなさい。さあ、千代が撤退して、さあ、黒金マウント、これはさらに本位の術、これはつらい。おっと、ここで切れてしまった。これはワンチャンあるか。平和の願いを、王術が、そうですね、王術があるからな。よし、さあ、王術もう一発、書きすぎた。さあ、マックスさん、ここで火砲投入。ここでかけるが、おっと、頭数減らされてしまい、足、一輪がたまらない。一輪が2しかたまんなくなってしまった。あ、1か、無駄にすぎてないぞ。これは大幅に計算狂わされた感じですね。でもトラヒメムーンはたまったか。あなたのお役に立てるのならば。舐めるんじゃないわ。足、ここで勝ち咲き、そしてまずを優位にするの一撃で、こういうことだ。熊姫を倒、熊姫か、ちょっと勘弁してよね。倒したところで、足、足、これは足になる。奥義、さあ、ここで獅子頭、虎の名が鳴くぜ。足、足、さあ、残り7カウントで小口も攻められずということで、これは足、ていうか強いな、あの疾風の黒缶ありましたな。足、頑張るよ。さあ、ねねさんが撤退してしまい、残り1カウント、腰壁交渉入ってゼロということで、マックスさんの勝利となります。おめでとうございます。ありがとうございます。そうなるとですね、これマックスさんが優勝確定になりましたね。お気をつけください。なぜか巻き起こるブーイング。なぜかマックスさんに対する巻き起こるブーイングですね。はい、じゃあ、さあ、ラストですね。ラスト試合ね、M2 ネズミさん対木場さん。もうこれはね、勝敗とか気にせず楽しんでいただければ、ね、もうやりたいことをやっていただければ、はい、ネタに走ってもらえれば、ね、存分に動画配する試合を見せてもらえれば。いかなる責をもってしても我を止めることはできぬ。ではラスト最終戦ですね。じゃあ、その最終戦の前に、ちょっとデッキ調整が入ってるみたいので、次回の告知ですね。次回は、先ほどと申しましたが通り、2月15日、引っかかったね。2月15日日曜日という形になってます。はい、そうですね、次がいいんで、多分釣り枠に入ると思うんで、もうちょっと待っててください。で、時間変わるんでしたっけ、変わんないんでしたっけ。時間変わんないと思います。時間多分変わんないで、日曜日の、
10時30分より、またね、このニコ生で試合放送開始となりますんで、来月はね、雪もきっとこんなには降ってないでしょうから、皆さん来ていただけるとありがたいなと、ね、ぜひお誘い合わせの上、そうですね、これ今お二人にデッキを新しく割るだけにしているので期待せざるを得ないという、そうですね、一体何を見せてくれるのか、そうですね、これね、 SS の何を見せていただけるのか、 SS の赤いや、ほんとね、誰か赤字ください。いや、赤字ください。何でもしますからですよ、本当に。だってショップ行っても売ってないですもん、あれ。だって売ってないんだ。売ってないですよ。SS 他には何か売ってんの？なんかちょこちょこね、あの夏目さんやら、なんだっけ、豚とか、はあ、あの豚の帽子で、あの7つの大罪のあれとか、とか売ってたりするんで、面白いのは売ってないんだ。売ってる人いるみたいなんですけど、やっぱり赤木いないですよね。私ずもいないいないですよ。もうちょくちょくね、通って見に行ってはいるんですけど、なかなかね、いや赤木引いたら売らねえよ普通って。あーそうだね、でマイナーな忍者スレイヤーとはちゃいますよ。スイコじゃないですよ、じゃないですよ、何でもするってそういうことじゃないですよ。あ、マジですか、バドソーさん赤に引いちゃった、いいなぁ、死ぬの。じゃあもう今日来てくれれば赤にをね、お披露目してもらえたのにな。ダブってんとかすごい、バシツダブってんすか、いいなぁ。商品、そう、さっき商品見に行った感じ、はい、分かんなかったんですけど、あのうちの石橋が鍵を握ってるという話を、やっぱり聞きました。景品調達隊長の、そうですね、調査兵団、きっと人類最強の一点しかい赤城、みんな忍びになるから。あ、木場さんの準備が整ったようで、おー、木場さんはね、さあ、木場さんが放送席に座って、プラス、手元付きということはね、そうですね、いつものあれが見れた、見れるというわけで、そうですね、そろそろマイクもお渡しした方がいいんじゃないかっていうぐらいのヘッドインクも用意しないといけないですね。いや、もう実際ね、決勝戦で1試合ずつになったら2人にヘッドインカム任せてもいいんじゃないかと思うんですけどね。まあそうですね、そのプレイヤーの生の声を聞きながらっていうのもね、割とね、ゲームやってるとみんなブツブツ言いながらやってる、あれを聞くのも面白いですね。さあね、多分これから徹底登録してですから、多分次枠入る頃に試合開始になるんじゃないですかね。あはは、は時間的にもちょうどいい。まあ、お互いのデッキがどうなってるか非常に楽しみな。ちょっとこれ木場さんの方が手元でチラッと見えるんですけど、そうですね、これまさか、これまさかあれじゃないですか、これまさかあれですよ、フィレッセさんじゃねえや、ほらあれあれ、これ右のなんだろう、カードを登録してください。お、お、あ、やばい、木場さん何かトラブルが発生している模様。あれ？カードを何か。さあ、木場さん
まああれで行くつもりですよね。あれ、あれバツついてますよ。コストオーバーしてバツついてますよ皆さん。ここに来て何か、何か、あと1分、あと1分、あと1分。さあ、もうねみねみさんがまだかよおいって顔しますけどですね。あはしれおわしれ。ストーリー中です。対戦相手が決まりました。さあ、キマさんで決まったようで。さあ泣いても笑っても最終戦ですね。そうですね。さあこれは。あ、秋葉さんは馬4枚対するネムリネズミさんはおっとあのヤシャクロ戦場に持ち込む家宝を選択してください。長野に長井に貴重に、戸沢というヤシャクロの4枚デッキですね。4枚対6枚、6枚5枚5枚か5枚だ、4枚だ、5枚だ。さあこれ兵種相性的にはね、あのネムリネズミさんが割と有利な状態になってますけど、さあこのフィレステ剣心を使ってどこまで戦えるのか。しかも陣形2枚入ってるよこれ。手前のエッジ、あ、今回はちゃんと確認しましたね。手前のエッジはそう、自変つって同意されてますよ。さあね、あのフィレステ剣心さんこうやって世に出回るようになりましたけど、強さ的にはどうなんでしょうかね。あんまりそのフィレステの性能って言いますか、計略性能がよろしくないイメージはあるんですけど。さあここはね、キバさんの真骨頂、ザックザク刺さるところ見せてくれますね。ザックザクでもないですよ、ほんとまさに違うゲームだけど。あ、14カードも持つんだ。あ、刺さった刺さった。意外だ、忍び槍が刺さった。やりだねや、忍び馬か。うわ、開幕で3枚全部刺さってるぞ。行きます。開幕8カウントで全部隊の兵力半分以下ってね。何このあのグリユーデンのイベントかと思うぐらい。さあさすがに槍は逃げられず、王術再転化。刺さる、やはり刺さる。てかまだ1回も突撃、あーやっと突撃決めれた。でも大絶は止められなかった。進め、冗談でしょ。さあ菊姫が撤退したところで切り込め。いくよ。さあ千葉さんも大絶を打ち返す、プラス突き。自陣最前線ですからね。まあちょっと 1.5 倍くらいのダメージは入ってますか。白ダメでは千葉さんがリードしてますけどね。これリードっつっていいのかな。さあ早速剣心刺さる。さあここでヤシャクロ全軍ヤシャとなり敵を送ってみせよ。ヤシャクロ広いなこれ。さあ大島三十郎、この大島三十郎命をかけて刺さるって自分であのコメントしてるあたりまだ余裕ありますね。そうですね。さあティバニのベニキヘイ、あああの角度刺さるんだ。
卑怯の縄文が入って、さあ長野を逃がさんと、長野を逃がさない感じですが、大島さんもやばい。決して忘れませんね。さあ突撃の応酬ですが、この白ダメージは結構ね、あお、ここで車ばかり反応するがよい。冗談でしょ。でも毎週飛んでないからな。さあ僕ですね、誰か関係するか、一応の臨分進め進め、いくよー。あーっと、いい音した。さあもう馬が面白くらい刺さりますね。実際ね、あのベニデルビーさんすごい楽しそうですよね。こんだけうまく弾いてたら楽しいでしょ。刺さった回数は後からね、あの志麻さんにネット見せてもらって、志麻さんかデミネズミさんにネット見せてもらって、あの聞いてみましょう。いやいや、まだまだまだ終わってないですよ。まだ終わってない、まだ終わってない。ハメム、ほら志麻さんのね、爆発力、まあ、補助力低いけど、ああまさかこの上さらにあれを設置しようというのか、迷ってる感じですね。さあ大筒を打ち、それを撤去した。もうあれやりきった。さあ残り20カウントで差が壊れてない。この差どうやって巻き返すか。でも振り切りましょう。あ、テンポですね。北海道どこ、あのキャッツアイテンネテンって言います。あのテンネクもうね、あ、ほら、うまい、2つ置いた。テンネクの、ゲームセンターなんで、よかったらね、機会があったらしてみてください。松田稲荷馬や2つ置いて反応するがよい。フィレステ、アネムジュージーさんは容赦なく幅切り。さあ木場さん、さらにこれ正解だ。スピード強ですね。そうですね、もうアクセル踏みっぱなしっていうか、もうブレーキの壊れたって感じ。さあフィレッセ外した、フィレッセ外した。フィレッセ生に果てあり。さあヤシャクロ、全軍ヤシャとなり敵をほふってみせよ。切り込め。決め下がってしまった。さあこれをね、このヤシャクロを突破できればワンチャンありますからね。ワンチャンない、ある、あると思う、ワンチャン。あー刺さってしまう。はい、という残り0カウントということで、眠りネズミさんの勝利となります。おめでとうございます。ありがとうございます。さあまさにね、ザックザクでしたね。アイミーとデショーカードを、あの木場さん何回刺さりましたカードに、あネットに載ってないですか。これね、デブニネズミさん楽しかったでしょうね、これね、ザクザク刺さって。実際にこんだけゲゲキ取れたら超楽しいって感じですけどね。はい、ということでですね、ただいまの試合で全部の試合終わりまして、マックスさんの優勝となります。おめでとうございます。